け型って呼ばれるものの上に紙を載せていただいて、透明な板で挟んでいきます。いらっしゃいませ。もう挟むだけで、挟むだけです。でこんな感じに挟んでいただいて、今度は本体に入れていきます。入れる方向はもうこちらでもこちらでもどちらでも大丈夫なので、セットしていただいて、でハンドルを回していきます。はい、でこちらの方でもうあとは上を剥がしていただくと、こんな感じにハートが全部切り抜くことが。これ中に刃が入ってるんですか？中に刃が入ってます。この黒いラインの部分に刃が入ってるので、押していただくとちょっと硬いものに当たりまして、でこの本体の中にローラーが入ってるので、圧力をかけてこの刃で切り抜いていく形になっています。あ、じゃあ押したぐらいでは出ないんですか？押したぐらいでは全然、触っていただいても手で開かなくないので。あ、じゃあ子供さんとか打っても安心ですね。全然大丈夫です。はい、キチガイみたいでもいいよ。あとはこの今切り抜いてもらった抜き型に、次はこちらエンボスのホルダーになってるんですけれども、切り抜きを置いていただいて、で挟んでいきます。で先ほどと同様にこの透明な板で挟んでいって、はい、こちらのちょっと不足の厚みのあるものの上にセットして、同じように回していきます。この機械に通すことでエンボスが動きます。こちらもまたこんな感じに、これでもハートの上に簡単にエンボス加工ができるので、この色画用紙をくり抜いてさらにエンボスをした状態で、はい、今のちゃいます。立体的な模様が出るんですね。できますね。でメタルエンボスの方なんかはこのカクカクになったものをさらに後ろから叩いて、ちょっと丸みを持たせた膨らみなんかを表現したりとか、いろんなことができます。はい、あとはそうですね、例えばこちらの紙を最初半分に折っていただいて、さらにこのくっついてる部分のところにもう一回折っていただきます。先ほどのこの抜き型のこの下の刃のラインが少し見える感じに乗せていただいて、またこの透明な板で挟んでいきます。慣れた。あ、いやいやいや、ここでもう切り抜いていただくことで、あとはこれをちょっと戻して、軽くありますね。こんな感じに開くんですけど、これでおしぼ付きのものが出来上がります。あ、なるほどです。例えば、はい、パーティーなんかにこれ名前とか書いてね、できますね。テーブルの上に置いて、可愛いですね。どれぐらいの厚さまでいくんですか？基本的には1ミリぐらいですね。革とか布、フェルトなんかも抜けるんですけど、1ミリぐらいでやっていただいたのが一番安全ですね。でもフェルトはこれでも1ミリ以上ありますよね。柔らかかったら大丈夫？圧力をかけた時に1ミリ幅になればいけます。なのであの食器洗いのスポンジなんかもすごい厚みあると思うんですけど、押すと1ミリになるので、それで全然抜くことができます。じゃあ自宅のあの手品の姿が作りそうですね。ちっちゃいのでも全部あれで型で、今度はこの四角い正方形を三角形に折っていきます。もう一回折って、でもう一回折ります。全部で3回三角形折ってもらって、この一番紙の厚みがある中心の部分をこの抜き型の下にして、
これがあれあのタブのシート。こんな感じにちょっと両側の歯を残しておきます。でまた先ほどと同様に透明な板に挟んでいって。でまた入れます。こういう風に抜けるんですけど。お。こんな感じに手をつないだお化けが。切り抜くことができます。こんな感じに折り方を変えるだけで一つの抜き方でいろんなのを楽しめるので、あのさっき聞いたんですけど、はい、あのパッチワーク の、はい、あのパターンがもうザクッと作れるって聞いたんですけど、それを今日実演とか見れます、今日はそういう抜き方がちょっとパッチワークの方はないんですけど、はい、じゃあ今度はちょっと立体の抜き方を使っていきたいと思います。今日はちょっと持ってきてないそうなんですけども、実際パッチワークを抜ける方もあるそうです。先ほどとは違って大きな抜け方になってくるんですけれども、こちらの方に同様に紙を載せていただいて、今度はこの大きな型にあった長いカッティングパッドがあるので、これで挟んでいきます。でもう先ほどと同様に同じ形にしていただいて中に入れていきます。ちょっと4900円ですよね。今日？あったような。はい。こちらの方が家の展開図が抜ける抜き型になっているので。これで中に入れてみたんです。しかも扉の方にも切れ込みが入っているので開くようになっています。あ、しかも縫い代もついてるんですね。はい、大丈夫です。これで立ち上げます。あれ、どうもないできた。型の方は、型の方は種類の方が、要はこういう小さいものから大きなものまで、先ほど言った1200種類あるので、一番安いものですと、800円からなんです。で、高いものはちょうどこれの倍の大きさまであるんですけど、そうなるとこういう立体やなんかがもっと大きなものができたりとか、そうすると一番高いものですと大体1万1000円ぐらいなんです。使われるこの辺りの、通常よく使われるのはこの辺りの型なんですけど、これですと大体1800円、2400円、3200円とそれぐらいの価格帯になります。そうですね、本体は定価が1万3600円で、型は別売りになってしまいます。ただ、まあ今回展示会でこういうあの特別に抜き型セットを付けさせていただきます、はいはい。間に挟んでプレスして片付ける。感動ですよ、見てて、はい、一瞬ですから。はい、よかったらどうですか、見ていかれませんか。よかったら。そしてね、ここの雰囲気が出ないんで、ここもちょっと盛り上げちゃう。そうするとこの間が抜けてきます。はい、そういう風にしてあの幅がない時にはペーパーで持ち上げたらできますので、はい、めちゃめちゃミスさえやらないから。例えばこれやっててしまった、失敗したとかいう時はこういうエンボスやアルコールを取ってだからなかったことにできるから、あまりこう怖がらずに果敢に挑んで、
これさ、だから細かいところをもっと綺麗に落としてしまおうと思えばもう綿棒の細いので根気強くすればもう消えてしまう。でも例えば感染した後もやっぱりアルコールがついてしまえば消えてしまう。消えますね、はい、こういうなので今あそこを起こしたら、はい、そろって消えます。じゃあ、 ホコリがついたからといってあの除菌スプレーなんか、はい、シーンとかで拭いちゃうと消えちゃう可能性がある、ね、アルコール系ではもう、はい、だからもう感染してこれ結構好きだわとかいうのはもう保護スプレーとかをかけとけばもうある程度はですね、ゴシゴシアルコールでやらなければ保護スプレーがあるから、このちょっと失礼します、こちらはすず専用なんですか、それとも他のおやつにも使える、紙とかでもいいですし、はいはい、そうですね、もう結構いろんなものに、漫画とか書いてある人もこれ結構使ってやると思います。なんかと色合いになんかちょっと特殊なあれがあるんですか、特徴とかが。特徴は、今ここでちょっと着色こうしてるでしょ、で今あまりピンと来られないかもしれないけど、これ乾燥してしまったらなんか光沢を持ってるんですよ。絵の具に光沢が出てくる。そうですね、だからその何に塗るかで、これはもう金属だから、はい、光沢のある金属だからやっぱりその質感を生かしてちょっとツヤっとした感じ、だから塗る土台によってはマットな雰囲気になったりとか、はい、光沢があったり、はい、うん、はい、もう一台、もう一台、もう一台、もう超、いや絶対絶対入っていろんなものに使えるからね。今日これだけ持ってもらってるから、最初はね、カタログだけなんですよ。外の素材は硬いんですか？爪とかでやっぱ傷とか入っちゃう。これですか、はい、これ自体は柔らかいですよ、こんな感じ で例えばこういうなのでこうすれば、あ、跡がついちゃうんですね、はい、だから逆にエンボスで模様がつきやすい。これで、はい、普通はこれ紙とかにしてやるんですけど、はい、これ柔軟に動けますから、はい、こういうことがもう一瞬で通しただけですね。ベルトのバックルとかにしたらかっこよさそうですね。あ、だからそういう時は UV の効果剤を裏に詰めたらもうガチッと硬いですから、はい、大丈夫、うん、あ、本当だ、硬いです。これはもう表からもその UV 樹脂をコーティングしてるから表面ももうガードできますし、はい、裏ももう表からバーンとやってもへこみますよね、はい、結構だからシルバーをやってある男性とかもものすごく興味を持たれますね。これはすずカットはもう普通のハサミでもいいですか？あ、大丈夫です、ハサミでもいいし、カッターでも直線に切れますし、はい、これはいろいろなものに貼ってらっしゃいましたけど、それは貼り付けはどのような接着剤を使ってらっしゃる？普通の瞬間接着剤でもいいですし、ボンドでもいいですし、なんか物によっては剥がれやすい、ツルツルした同士になると剥がれやすい時は、またそういう特殊なボンドをですね、使ったら剥がれにくくなります。型としては例えば文字だと文字なんかもいっぱいありますし、図形関係、まあ、この図形関係なんかは特にフィルト用に使えるようにこう四角だとか六角形だとかよくキルトで使われるようなパターンなんかを非常に用意しています。パターンをそのまま、はい、すごいですね、はい、それは。でも要はそういうふうなものも用意してますし、あとはこういったいろんな図形だ星だとかハートのようなもの、それだけではなくて例えばこのような、クリスマスで使えるもの、パターンなんかいろいろあります。で型の種類としては大きく分けるといろいろあるんですが
髪をまとめて切れるタイプ、まあ、要はいろんな素材に、対応できるタイプと、まあ、お値段は安くしてるんですけども、不織布というものを使って要はパターンをより細かく作れるようなですね、こちらがこういう1枚ずつっていうものですけど、より細かいパターンを作れるようなタイプというふうなところ、カットとしては大きく分けるとその2つがあります。でそれ以外のところでいうと、こういった、こちらにあるようなエンボスですね、これは今ちょうどメタルで使っていただいているものなんですけど、こういうエンボスパターンなんかも非常に用意、たくさんのパターンを用意して、まあ、こういったのを全部合わせて大体1200種類のパターンをこれで用意しています。